IOC 会長、東京オリンピックの延期・中止は WHO に従う。本日、国際オリンピック委員会 IOC のトーマス・バッハ会長が、ドイツの ARE のインタビューの中で、東京オリンピックの開催について、我々は WHO の勧告に従うと表明しました。その上で IOC は、東京オリンピックの成功に向け、 今も準備を進めていると明らかにしておりますが、現在この東京オリンピックについては、オリンピックに出場する選手を決める予選が中止になってしまっており、選手が決められないという問題もございます。現時点では残念ながら、1年か2年程度の 延期が現実的な選択肢ではないかと思われますので、日本政府には、東京オリンピック組織委員会には IOC と協議を行い、当然 WHO とも協議を行い、WHO はちょっとどうなのかなとは思いますけども、この東京オリンピックにおいて CO、COVID-19 の 感染拡大が起きないように、延期を検討していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。